自民党派閥の裏金事件を受けて安倍派幹部の再聴取が行われている中、岸田総理大臣は国会で今の段階で自民党としての処分の内容は決まっていないと述べました。追加の聞き取り調査をスタートしたところでありますが対象がどの範囲なのか誰がどのような処分を受けるのか今の段階では全く決まっておりません。 また野党から処分の時期について問われた岸田総理は確定的なことは申し上げてないと明言を避けました安倍派幹部の処分をめぐっては昨日から岸田総理が自ら追加の聞き取り調査を行っています処分については選挙での非公認などが検討されていますが党内からも不十分だとの声もあり岸田総理の判断に注目が集まっています